グラハム・ジェームズ・アーノルドは、オーストラリア・シドニー出身の元サッカー選手、サッカー指導者、オーストラリアサッカー協会伝道。イギリス英語発音では、グレーム・ジェームズ・アーノルト、アメリカ英語発音では、グラム・ジェームズ・アーナル。または、グレアムとも。本表題の名前は、検証可能性の観点から、J リーグ登録時の名前を用いている。元オーストラリア代表 FW。 国際 A マッチ56試合19得点、非公式試合や B マッチなどを含めると85試合33得点の成績を残し、オーストラリアサッカー史上において著名なストライカーの一人。1980年、ニューサウスウェールズプレミアリーグのカンタベリー・マリックビルでキャリアをスタート。1982年により、オーストラリアンナショナルサッカーリーグのシドニー・クロアチアへ、 移籍し、1986年に NSL 特典王リーグ最優秀選手賞を受賞。1990年から1992年及び1995年から1997年はオランダのエールディビジ。1992年から1995年はベルギーのジュピラーリーグでプレー。エールディビジでは5年余りで58得点を決めている。 1985年にオーストラリア代表として初出場。最後の試合は1997年に行われた 1998FIFA ワールドカップ予選の AFC、OFC プレイオフのイラン代表戦の2戦目だった。この試合でオーストラリアは2点をリードしながら同点に追いつかれたため W 杯出場権獲得はならなかった。 1997年からオーストラリア代表、元監督のエディ・トムソンが監督を務めていた J リーグサンフレッチェ広島 FC に入団。選手として入団したが、若手の久保達彦に FW としての経験を伝える教育係でもあった。1998年6月に契約満了する。退団後は NSL ノーザンスピリット FC でプレーイングマネージャーとしてプレイし、 2001年に引退。2000年、オーストラリア代表のアシスタントコーチに就任し、監督は、フランク・ファリーナ、フース・ヒディンクと変わったが、アーノルドは常にアシスタントコーチとして、代表に付き添った。2006年7月、オーストラリア代表の監督に就任。アジアカップ2007は、グループリーグ A を2位の成績で、決勝トーナメントへ進出。なお、 決勝トーナメントは1回戦で日本代表に PK 戦で敗退。責任を取る形で A 代表ゴーチケン U-23 代表監督に就任、北京オリンピック出場に導いた。その後、ピム・ファーベイクの元オーストラリア代表のアシスタントコーチを務める。2010フィ f ファワールドカップ終了後、ローリー・マッキーナの後を受け2010年7月に、 セントラルコーストマリナーズ FC 監督に就任。2011-12レギュラーシーズン、チームを優勝に導きリーグ最優秀監督賞を受賞。2012-13シーズンはグランドファイナルに進出し、優勝を飾った。2014年、J リーグベガルダ仙台の監督に就任。オーストラリア国外のクラブチームを指揮するのは、これが、 初めてとなったが、リーグ戦6試合で2分け4敗、ナビスコカップを含めた、公式戦8試合で3分け5敗特選。結局一勝も挙げられないまま、4月9日に退任。クラブ側との協議の末、解任ではなく、双方合意の上での退任という形が取られたため、違約金は発生しなかった。2014年5月、オーストラリアに戻りシドニー FC 監督に就任。 2018年3月8日、W 杯ロシア大会終了後に、オーストラリア代表監督に就任することが、同国サッカー連盟から発表された。11年ぶりの代表監督復帰となる。ありがとうございます。